こんばんは。こんばんは。続々ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。金曜日はイオンモール熊本店より配信させていただきます。では早速本日も双子コーデでスタートさせていただきます。はい、はい、じゃあブラウスからですかね、紹介させていただきます。すごい着やすいですね。そうですね、さらっとしてる感じ、うん、さらっと、本当にさらっとです、はい。こちらですね、シアーバンドカラーシャツブラウスとなっております。はい、こちらです。はい、今着用しているライトグレーと、はい、ブルーの2色展開となっております。はい、はい、着心地いかがですか。はい、着心地すごくいいです。 なんていうんですかね、さらっと、さらっとっていう、そうですね、旬のこう透け感っていうのと、ゆるっとシルエットで大人かわいいという感じで、はい、なんかすっごく柔らかいっていうザラザラした感じの生地感なんですけど、逆に夏はそれがいいっていう感じ、ね、コットン 100% です。はい、はい、です。洗っているうちに柔らかくなりそうな雰囲気の生地ですね。はい、私が 150cm で1の方を13号ですね。13号ですね。13号着用しています。13、15、17号の3サイズ展開となっておりまして、はい、155cm で17号を着用しています。はい、お値段が、税込み8800円となっております。はい、シュア感がこう程よい感じ で、 そうです、ね、なんかタンクトップですよね。はい、なんかタンクトップです。わかりますよ。もうちょっと近づいて、まあ、程よくこう後ろ向いていただいたりとか、ね、これぐらいだったら気にならないですね。はい、はい、大人な感じのシアー感で、はい、着ていただけると思います。はい、はい、そしたらブルーもどうでしょう。はい、ちょっとなんか七分袖ぐらいのカットソー着てるんですけど、中にですね、ここまで透け感はなく着れますかね。そう、袖が長いのを着ると透け感がそんなに見えない。なあ、なるほどですね。はい、はい、あの、なんですか、つけるのが気になる方はこういう 中に入れたりとか、はい、サイブ袖入れていただくと安心だと思います。透けすぎず大人にはいいかも。そう、そうですね、いい感じでございます。はい、一応、前ボタンも全て止めれるタイプなので、はい、前を止めていただいて着ていただいてもいいと思います。はい、はい、今日はこのブラウスを使って、そうですね、着回しをしていきたいと思います。はい、では中に着ているインナーもご紹介させていただきましょうか。前回ぐらいにご紹介していると思います。はい、こちらのですね、コットン 100% のロゴ8分丈 T シャツということで、今着てるのがこちらのアイボリーですね。さりげないロゴ感、そしてちょっとおしゃれ、ワンポイントになると思います。はい、ロゴがこうずっと前にという意味です。はい、こちら、そちらがラベンダーですね。はい、ラベンダーはラベンダーと同じ同色のメッセージです。はい、刺繍になっております。次にグリーンです。グリーンも同色の刺繍となっております。今着るのにちょうど良さそうです。そうですね、1枚でもちろん着てもいいですしね、ちょっと朝晩寒い時に羽織っていただいたりとか。そうです、八分袖なので、袖がちょっと長袖じゃないので、ちょっとすっきり見えるかなと思います。七分袖ですね。袖丈40センチですね。
はい、最後にダークグレーとなっております。白以外は、同色のメッセージが入ってます。はい、はい、こちらは1号と2号の2サイズ展開で、お値段が税込み5500円となっております。1枚持っておくとですね、そうですね、便利ですよね。便利なアイテムとなっておりますので、何枚か欲しいな、何枚かあると便利です。そうですね、白を定番、グレーを定番にしてちょっと色物を今の時期もいいですし、はい、秋冬口とかもですね、長く使っていただけるアイテムだと思います。はい、次にパンツですね、はい、こちらも結構何回も登場しているパンツ、センター切り替えデザインワイドデニムになります。ちょっと後ろお尻の部分もちょっと綺麗に見えると。はい、今何号着用していますか？身長155センチで17号着用してます。はい、足元ゆったりしたデザインなので、履き心地も良くて、ちょっとストレッチも効いてるので柔らかくて履きやすいです。このタイプはブラウスを脱いでみた、見てみたいですということで、脱いでいただいて、カットソーの着用している雰囲気を見せていただきたいと思います。はい、せっかくなんで後ろも回っていただいて、お尻がそうですね、隠れる、ちょうど155センチで隠れるぐらいの丈感となっております。柔らかそう、ストレッチがありがたい、パンツですね、すごくのめちゃくちゃ伸びますよね。こちらセンター、そうですね、 L キューブの元もすごくストレッチが効いていますので、ぜひパンツ履いたことない方はチャレンジしていただきたいです。センターこう切り替えのが珍しくですね、こなれ感のあるデニムということで、こちらがブルーですね。でお色違いがネイビーの色違い、こちらネイビーになっております。ちょっと後ろ、そこですね、はい、でこう後ろがゴムですね、後ろがゴムになってます。こちらお値段が税込み8800円となっております。オンラインではこちらのブルーが今再入荷リクエストとなっておりますので、気になる方は入荷リクエストを押してみてください。はい、はい、楽に着れますね、爽やかです。もう楽ちんで、1枚あるともうちょっと出かけるときに悩まずに、このコーデでももちろんいいですし、もちろん OK です。はい、ストール巻いてもいいですね。ワイドだけどセンターラインですっきり見えです ね、 そ う、 ですね、そうなんですよね、センターラインがあることによってすごくすっきり見えすると思います。はい、こちら13、15、17号の3サイズ展開ですね、お値段が税込み8800円となっております。はい、では次のコーデに着替えていただきましょう。はい、はい、タンクトップ、はい、タンクトップいきました、はい、中にシアーシャツの中にタンクトップを着てみています。はい、はい、ゆるスクエアネックタンクトップですね、はい、今着ているのがグリーンになります。はい、あとホワイトとブラックの3色展開ですね、はい、サイズが1号と2号の2サイズになっておりまして、はい、お値段が税込み3300円となっております。こう見せられるインナーはこう1枚持っておくと、ね、はい、便利ですよね、便利ですよね。今からもうどんどん気温が上がっていくと思うので、これからの季節もう本当にこうさっと羽織れるだけで着れるっていうのはありがたいです。はい、で丈感も意外とあるので、お尻、私が150センチでお尻が隠れる、ちょっとあの後ろが上がってました、上がってました、はい、上がってました、はい、はい、お尻が隠れるぐらいですね。はい、はい、コーデ可愛いです。あ、よかったです。すごいなんか ラフな感じで、そうですね、はい、大人ラフコーデな感じ で、ね、はい、時間にもおすすめです。素材がポリエステル、コットン、ポリウレタンっていうところで、こう肌触りもすごく柔らかいですよね。柔らかいです。ちょっとこう素材が、この色じゃない方がいいです。そうですね、あのグリーンがあればグリーンの方がこう凹凸感がわかるかなと思います。こんな感じで、そうですね、ちょうど白のブラウスの中に
ていますが、これで見えますか？ちょっとこう、はい、この辺ですか？あ、ちょっと遠いですかね。もうちょっと、もうちょっと、このぐらいなんとなくわかりますかね。ちょっとリブな、はい、はい、感じになっております。はい、まあ、白以外だと透けにくいですかね。そうですね、今透けてないですもんね、はい、実際ですね。そうですね、シャツとタンクトップ両方欲しいですね。このコーデ大好きです。すごい素敵なコーデです、はい、そしたらその次パンツですね、はい、パンツに行きましょう。はい、はい、サテン洋流ワイドパンツとなっております。はい、今ブラックを着用してもらっています。はい、着心地いかがですか？もうサラサラなのでこれいいです。本当に 楽、 そうです、ね、楽ちんなのにこう綺麗見えしますよね。サテン地でこう 高見えもするので、はい、ちょっとこう悩むとちょっと綺麗めだにしたいけどカジュアルでいいやっていう時にはもってこいのアイテムだと思います。これ1本あるとかなり便利だと思います。ポケットもついていて、はい、ついてます。でウエスト部分がですね、もうソーゴムです。色違い、色違いのそちらライトブルーですね。もうゴムで、紐で、リボンで。こちらも 前回ぐらいご紹介させていただいてますかね。ご紹介させていただきました。のライトブルーがこう爽やかで、はい。ここまでの裏地ですね。なのでここから下はもう1枚なのでより涼しいです。今からの時期嬉しいですね。はい、サイズがこちらも13、15、17号の3サイズ展開となっておりまして、はい、お値段が、税込み8800円となっております。はい、私が 150cm で13号を着用してるんですけど、ちょっと長めだったのでウエストを折り曲げてます。なので、まあ、もう少し身長が高い方でもこのぐらいの丈感で履いていただけるんではないでしょうか。パンツを買いましたという方がいらっしゃいます。ストレスフリーです。サラッとして肌に張り付かず着心地良かったですよ。ありがとうございます。本当にその通りです。パンツは洗濯もしましたが大丈夫でしたね。 ありがとうございます。洗濯ですよね。そうですね、嬉しいですね。確かにこの生地だと洗濯してもシワにならない。そうですね、もともとこう生地がそういった生地なので。はい、ですです。見える縦にこう、はい、出る感じ。はい、見えてますかね、なんとなく、はい、なんとなく、はい、ありますかね。楽ちんパンツ、はい、はい、では次のコーデ戻ってきてくれましたので、はい、はい、次をご紹介しましょう。グリーンのタンクが綺麗な色ですね。 ありがとうございます。はい、はい、今日は、ブラウスを着回しですので、はいはい、同じブラウスにインナーとボトムを変えてもらいました。はい、はい、まず、中に着ている T シャツですが、スクエアネックシャーリング T シャツですね。はい、今着用しているのがアイボリーになります。はい、丈感もちょっと長めの丈感。そうですね、着丈 70から71センチぐらいですね。身長155センチでもお尻すっぽり隠れる丈感なので安心丈です。こうオンオフでも使える万能カットソー、ちょっときれいめでもカジュアルでも両方いける感じですよね。通勤着なんかにもいいんじゃないですか。そうです、オフィスカジュアルとかにも人気の一枚となっております。はい、スクエアが珍しいですね。確かに珍しいですよね。あんまりない、今までなかった。トレンドのスクエアカラーで手抜きもせずこう新鮮さをプラスっていうところですね。で、はい、で袖も結構長めなのでこう安心して二の腕出したくないっていう方は要チェックです。要チェックです。首周りが素敵ですね。これこうスクエアによってすごくすっきり見えますよね。お色が今着用しているアイボリーと、ブラックの2色展開となっておりまして、こちらブラックももちろん普段用もですけど、はい、お仕事用とかにもですね、はい、このブラックとアイボリーの2色展開で、サイズが1号2号ですね。でお値段が税込み5500円となっております。一周ちょっと後ろももう一回、はい、バッチリです。
1枚で着られますよね。透けなくて良さそうっていうことですが、黒はそうですね、もちろん透けなくて、黒はちょっと中1枚入れた方がいいかなと思います。はい、じゃあ次にパンツに行きますか。このパンツかっこいいですよね。こちらが裾入れヘムカラーデニムとなっております。まず着用感お願いします。身長155センチで17号を着用してます。これもデニム地で柔らかい生地感なので履き心地がすごい、さっきと変わらないぐらいストレッチが効いてますね。腹筋も楽にできますね。注目を浴びること間違いなしのデニム。そうですね、裾がですね、ちょっと前と後ろで段差をつけた裾のデザインがこう周りと被らず差をつけれます。はい、前後差がある感じですね。はい、今着用しているのがグレーですね。はい、グレーです。はい、あと色違いがアイボリーとマスタードですね。あそこら辺が多分一番近い色かなと思います。とカーキ、もうちょっと後ろが、はい、そのぐらいね。なんかカーキは画面上だとすごくこうヒゲの部分が目立ちますけど、実際はそこまで、そうですね、ないだと思います。はい、あと4色ですね。はい、4色の13、15、17号3サイズ展開で、お値段が税込み9900円となっております。はい、もう一回、じゃあせっかくなんでグリーンのグリーンのシャツ、プラスシャツ着ていただいて、先ほどはカットソー、八分丈のカットソーとワイドデニムに合わせていたのを、今回は T シャツ、半袖 T シャツとストレートのカラーデニムに合わせて着回してみました。カラーデニムもいいですね。どれもいい色ですね。この4色もすごくトレンド色で、すごくもあのなんか何色も欲しいなって思う感じです。はい、また次、はい、いただきましょう。はい、いらっしゃい。では着替えてくれてる間に雑貨コーナーをさせていただきます。はい、このコーデの写真にも使っている、はい、そうですね、雑貨、こちらのバッグをご紹介させていただきます。こちらも何回か今まで登場したことがある、すごい楽ちんな、ざっくりたくさん入るバッグですね。もう楽ちん言い過ぎても、そうですね、楽ちん言い始めましたね。やばいやばい。シャツ本当に使えそうですね。シャツそうなんですよ。シャツどちらがお好みですか？あの、なんですかね、イエローベース、私はイエローベースなので、そうですね、はい、こちらの色がマストなんですけど、もう一人の子がブルーベースでグリーンを着てます。はい、そうですね、バッチリでしたね。はい、バッグかわいい。バッグそうなんです。こちら、はい、お色がこちらとこちらとこちらです。こちらと2色展開となっております。はい、こう持ち手も丸くてこうかわいいですよね。どうしよう、全部欲しい。あー、全部あ、そっちの色でもいいですし、反対向いていただいて、こちらでもちょっと大人な感じで、はい、そうですね、結構このサイズ感だとたくさん入りますよね。そうですね、 A4 サイズぐらいは、そうですね、今日は A4 サイズも準備しております。はい、A4 サイズ余裕ですね。もう出ないですね、見えなくなりましたね。はい、ね、今から喉が渇いたらお茶とかも入れるでしょうし、はい、バッチリでございます。いい感じです。お値段いくらでしょうか？お値段が、6600円です。消費税込みの6600円。税込み6600円ですね。はい、はい、なっております。ブルーベースだけど、ベージュのブラウスが気になります。うん、後でちょっとブルーベースのスタッフに着てもらいましょうかね。いいと思いますよ。はい、はい、じゃあ次に、こちらのバッグをご紹介いたします。こちら
ですね。ちょっとコロンとした感じで、はい、ちょっとちっちゃめのバッグとなっております。こちらはですね、一応ショルダーとしても使っていただけるバッグで、あのちょっと見えるかな、前回もご紹介したんですけど、軽量のバッグなんです。今ね見えます、軽量のバッグなので本当に軽いです。久しぶりに夏バッグ買いたいな。そうですよね、やっぱりあの小物からバッグだったり足元だったりですね、そういうとこからあの季節のものを取り入れていただくといいと思いますよ。こちらはですね、中がこんな感じです。あれちょっと見えにくい、こんな感じですね。中にちょっと仕切りが、仕切り中にもファスナーがあって、そうです、中にファスナーがあって、こんな感じでファスナーを閉めるとサイドにポケット、で中にもポケットがあるんですよね。中にもポケットがあります。なんでかなりちっちゃいバッグですけど、たくさん入るバッグとなっております。斜め掛けにもできますけど、それを外してももっと軽くなりますよね。そうです、これで手下げに、はい、こっちで。長財布は入りますか？財布の準備はしなかったですね。長財布になりそうなのは、長財布ってどのぐらいの大きさだろう？横このぐらいですかね。あ、長財布いけそうです。余裕、どこに入ったんだろう、そこにちょっとよいしょ、いけ、ちょっと今入れるときはシャーシャーって、シャーシャー、厚みがすごくあるのは難しいかもですけど。そうですね、でもなんか 入ると思うな、この感じだと。今私が変に持ってるのであれですけど、入りそうですお色がですね、白ともう一つあります。はい、もし店頭に見に行ける方はちょっとあの入れさせてもらって。街が結構しっかり、そうです、このこれだけあるので、街はですねしっかりあるので大丈夫じゃないかな。このぐらいですかね、だと余裕で入るので大丈夫だと思います。本当になんかすごいちょっとワイドなお財布、まあ、あのちょっとお腹がいっぱい入ったりとかね、そういう方とかはちょっと ありがとうございますですけど大丈夫かと思います。こちらですね、白だと何にでも合いますし、ブルーだとちょっとワンポイントに持っていただくのもありだと思います。はい、はい、結構私とかはあのイエローベースなので、あの本当にブルー系を顔元に持っていくと体調悪いのってなっちゃうんですよね。あ、小色がちょっと悪くなっちゃうんですね。そういう時はなんかあのバッグとかにちょっと色物を持つことが多いですね。バッグとか足元とか持つと使えるので。そうですね、お洋服はちょっとチャレンジではちょっとまだあれだなっていう時は、はい、小物から色を取り入れていただいて、はい、ありだと思います。はい、お値段が税込み6600円ですね。はい、はい、軽いです。バッグが軽いとこう物をたくさん入れても安心ですよね。安心ですよね、確かにですね、それはありますね。こちらも十分あの軽いです。はい、では戻ってきてくれましたので、次のコーデにご紹介させていただきます。はい、形が得意になりますね、スカートだとですね。先ほどのブラウスの、はい、前を閉じて、はい、前を閉じて、ブラウスとスカート合わせで着てもらいました、はい、小物で色物勉強になります。バッグかわいい、バッグかわいいですよね、ぜひチェックください。はい、はい、では早速、ブラウスの上に着ているカーディガンをご紹介します。さらっとした着心地の着流しカーディガンです。ブラウスと同じぐらいの丈感ですね。そうですね、ちょうど一緒ぐらいですね、長さは同じぐらい、はい、はい、お色がですね、今着用しているのがアイボリーとなっておりまして、はい、お色違いが、ライトイエローですね。こちらご家庭でお洗濯可能のタグがついております。はい、はい、あともう一色ブラックですね。ブラックの
3色展開、ライトイエロー、アイボリー、ブラックの3色展開です。サイズが1号と2号ですね。今着用しているの2号ですかね。今着用しているのが2号になります、はい、結構ゆったりしているので中着てもそうですね、お袖の部分がない感じで、ない感じで、こうやって中にカラー物を着てるときはこう袖のところを折り込んで、こう中のブラウスのカラーを見せるとよりすっきりした印象になっていいと思います。自宅で洗濯できるのはいいですね。そうですね、今からの時期汗かいたりとかもするのでお洗濯できるものが嬉しいですね。こちらお値段が税込み8800円となっております。はい、はい、じゃあ次にスカートですね。こちらも以前ご紹介させていただいたスカートなんですが、ナチュラルテイスト大人かわいいレーススカートっていうことですが、こちらが13と15号の2サイズ展開の、お色はグリーンの1色となっております。ウエスト部分は総ゴムですよね。結構も履きやすい感じで伸びがあって履きやすいです。通常17とかを履くんですけど、15でも気になる部分はそこまで目立たないかなと思います、うんうんうん、内側に裏地もついているので安心して、はい、裏地もこう伸びる感じですよね、はい、着心地、はい、さらっとした裏地なので厚くもないですね、はい、はい、ではこちらグリーンの1色で税込み9900円となっております。はい、はい、一応ですね、はい、こちらセットで着れるトップスも販売しております。こちら上が2枚セットですね。2枚セットです。はい。後ろがちょっとリボン。セットで着てもとても、ね、いいと思います。一応お値段もご紹介しておきましょうか。はい、値段が、トップスは2枚セットで税込み7700円です。はい。じゃあ次また、はい、ちょっと次に着替えていきます。はい。次はちょっとボトムを変えてもらいます。そうですね、ボトムを変えてきていただきましょう。はい。では雑貨コーナーの続きをさせていただきます、はい、徐々に日差しが強くなってまいりましたので、前回もちょっとご紹介はしましたけど UV ケアそろそろ本格的にしていこうということで帽子入っております。でかなりゆったりでかぶっていいですか。はい、かぶります前回ちょっとお団子でかぶりにくかったね。今回はそうです、今回は少しですね、ここにここが折り曲げてもそのまま伸ばしても、あ、なんか横ちょっと向いていただくとこう、あ、はい、このぐらいの、はい、これぐらいあったら本当に外 の, お母さんたちは応援、なんかスポーツ応援とかですね、あとは公園に行ったりとかでもいいですし、お庭の手入れだったりですね、いろいろこういうのあると便利ですね。こんな感じで曲げていただいても OK です。かなりゆったりゆったりです。で一応この帽子ここに調節があるのでサイズ感を変えることも可能です。もうちょっとこう小さくしたりとかですね、可能になっています。かなり日差しがカットできて嬉しいです。そうなんですよ、特に黒とかだとしっかりシャットできそうです、ね、そうですね、はい、ですです。お色が2色ですよね。お色は2色展開になってます。お値段が、こちら4400円、税込み4400円となっております。で一応こちらですね、手洗いで洗っていただくこと可能ですので、帽子買いました。締め付け感なく良かったです。ありがとうございます。これこうなんか畳めるのでバッグの中とかですね、入れていただいたりとか、このにはいいですよね。そうで、まあ母の日は5月ですかね。まあでも先にですね、そうですね、うん、プレゼントなんかにも喜ばれると思います。はい、はい、ぜひ候補に入れててください。そうです、ね、母の日プレゼント、そうですね、ぜひそろそろ探してるんじゃないですか皆さんチェックください。はい、はい、では戻ってきていただきました。戻りま
ました。はい、先ほどのスカートから、はい、パンツに変更しています。トップスはもう変えずですよね。トップスは変えずに、先ほどこうスカートをインしてたんですが、はい、インしてる部分もそこまでこうシワが気にならないですよね。そうですね。はい、なのでこうインしたり出したりいろいろあのしやすいと思います。全然違った雰囲気で、はい、では、パンツだけ違ってますのでパンツをご紹介します。定番のサラサラストレッチテーパードパンツとなっております。はい、今着用しているのがライトグレーですね。17号着用してます。定番なので伸び感がすごいあって履きやすいです。このタイプは足もそこまでラインも目立たないかなと思います。テーパードなので結構柔らかみが強いですね。そうですね、サラサラしてて柔らかい。はい、エールキューブのこちらは代表選手となっております。はい、驚きのストレッチですね。そうですね、もうストレッチがかなり効いてる。これを試着したことない方はぜひ試着していただきたい。はい、履いてほしいです。はい、もう何これって何ですか。パンツ買いましたという方いらっしゃいます。ありがとうございます。こちらお色がですね、はい、お色違いまず、ベージュですね。定番のベージュとなっております。はい、そこら辺が近いカラーです。ポケットも前に2つついていて、それはネイビーですかね。はい、はい、とブラックですね。定番のブラックです。はい、パンツが変わるとすっきりコーデになりますね。そうですね、コーデに変わりますね。はい、と着用しているライトグレーですね。はい、一応ですねベルト通しもついているのでちょっとこう大きくなってきたなーっていう時はベルトを通して着ていただいたりとかも素敵です。はい、ソーベストゴムですね。はい、ではちょっともう一回コーディネートを。はい、こんな感じです。先ほど、ブルーベースですがベージュをっていうことでしたので、はい、ちょっと着ていただきましょう。そうですね、着替えて着てもらえますか。中を変えて、はい、中を変えれましょう。はい、同じ中にしますか。色違いとかにしますそうですね、はい、じゃあ着替えてくださってる間に、はい、いつものこちらですね、エコショッパーです。はい、もうお持ちの方も多いとは思いますが、こちらエコショッパーです。毎週ご紹介してますからね。はい、こちらですね、こんなにコンパクトなんですけど広げるとですね、こんなにゆったりなバッグになります。そこもはい、マチもしっかりあります。はい、あります。こちらですね、こちらはあのサンクスナースプロジェクトに賛同しているバッグとなっております。715円ですね。はい、715円。こちらもこう結構プレゼント需要にも人気のアイテムなの で、ね、はい、母の日にももちろん喜ばれると思います。この時期のプレゼントにも喜ばれると思います。そうですね、これとこれとマスクとか、そうですね、それかあとは安全に暮らしていただこうということで、こちら抗菌抗ウイルススプレーも販売しております。こちらですね、こちら、考えました。消臭効果もありますので、生乾きのお洗濯なんかにも、そうですね、マスクにかけたりですね。はい、マスクなんかにも大丈夫です。かなり梅雨時期とかにも、そうですね、もうちょっとしたら梅雨時期に突入しますので、本当1年早いですよね。早いですね、冬までもう4月ですよ。4月ですよ、昨日エイプリルフールって気づかなかったです。もう夕方ぐらいにおーと思って大体毎年そんなもんなんですけど、もうあっという間にきっと梅雨は来ますので、そういう時用にこちら準備、はい、準備しておくと、ね、はい、これもプレゼントにいいかもしれないですね。嬉しいですね、これもらったらですね、だって間違いないですもん。これにちょっとマスクとか先ほどもマスク出てきましたねマスク推しですね、まあ、あのはい、これとこれとかもありですね。なんかちょっと
ちょっと色物と合わせる可愛い、そうですね、可愛いですね、なんか2個セットって感じで、はい、で一応どちらもあのオンラインの方でも購入いただけますのでぜひチェックしてみてください、はいはい、詳しい内容はオンラインの方ご覧ください。こちらは、1650円で消費税なのでいくらですか、ね少々お待ちください。1660円となります。税込み1760円ですね。はい。ぜひチェックください。はい。はい。ちょっと着替えて来てもらいました。先ほどこうブルーベースの方にベージュをというリクエストがありましたので、はい、来ていただきました。はい。インナーはグリーンの色違いの黒のタンクトップを着ています。はいはい、サイズ、あ、やっぱ身長が違うからか、ちょっと遠目で見た感じ、丈感が、タンクトップの丈感がだいぶ違って見えますね。私が150センチです。1号、同じ1号を着用して、普段は2号ですもんね。普段は2号で、でもなんか1着ててもそこまでピチッと。中にこう切るのでしたら、そのくらいでもいいのかもしれないですね。本日もテンポの良い進行で楽しいです。ありがとうございます。ショップに行きたくなりました。ありがとうございます。ぜひ全国のショップにお待ちしております。はい、ブルーベースでももちろんこのベージュ似合いますね。いい感じですね。中をこう黒だったりとか、はっきりした色を入れると雰囲気変わるかなと思います。ですね。ちょっとはベーシックコーデで、はい。後ろを向いていただくとこう透け感がこう。そうですね、やっぱりどうしても濃い色入れると透け感がよりはっきりしますから、はい、はい、いいですね。そうですね、黒を合わせたら似合いますね。セットで買います。あ、ありがとうございます。このタンクトップもすごく使えますもんね。これは使えます。柔らかいです。そうです、そうです。こう触った感じがこうもっちりって感じですよね、はい、なんか分かります。これ伸びますね、はい、伸びます、と首の開きもちょうどこう綺麗な感じで、うん、ブラウスのインナーにすごくいいです。1枚こう、はい、見せるインナーは1つあると、特に今年結構透け感のあるもの、はい、トレンドですので、ぜひチェックいただけたらと思います。はい、はい、熊本店に来てありがとうございます。楽しそうです。楽しいです。ね、はい、収集こんな感じです、はい、一応一通りです ね、あの今日は着回しコーデということで、はい、ブラウスを使った着回しコーデをご紹介させていただきました。いかがでしょうか、はい、何かまだちょっとお時間ありますので、はい、こういうの見たいなっていうリクエスト少しお答えできますよ、はい、タンク欲しい、買いに行こう。ありがとうございます。タンク色違いもう一回お伝えしておきましょうか。こちらです。はい、白とグリーンとブラックの3色 で、はい、3色で、タグが、はい、これ本当に今からの季節ありがたいですね。抗菌防臭となっております、はい、ブラウス伸びますか。ブラウス欲しい。あ、伸びます、伸びます。なんか着た感じ、そうですね、着た感じ、こうやっぱり腕周りがきついとなんか着に、ね、買ってもやっぱり着なくなっちゃうので、やっぱ着やすいものを買いたいですよね。なんか伸び伸びっていうほどではないですけど、あの面だけの面ならではのそうですね、肌に馴染む感じという感じでしょうか、はいはい、柔らかい、こう突っ張り感はないってことですね。なんかここが気になるっていうところはないので、着やすいと思います、はい、タンクトップとブラウス欲しいです。インナーは先ほどのスクエアネックを合わせて良いですか。スクエアネック、あ、カットソーの方ですかね。全然ありだと思います、はい、先ほどご紹介させていただいた言えなかったですね、黒とこちらのお色2色をブラウスに合わせてもバッチリです、はい、
ます。はい、どっちもブルーのブラウスでいいと思いますよ。二の腕部分はどうですか？ブラウスの二の腕ですかね。横を向いていただいたらよくわかるかなと思いますけど、ゆったりしてます。あ、はい、はい、もうちょっと横、あ、すいません、はい、はい、ゆったりして、先ほど中に八分袖のカットソー入れましたもんね。八分袖のカットソー入れても余裕がありましたもんね。17号でも全然余裕があるので、うん、まあ、1枚中に長袖とか入れられてもごわつき感はなかったです。はい、ですね、まあ、ちょっとまだ肌寒い地域の方なんか長袖とか入れていただいてもそうですよね。タンク1枚で着るのは難しい。脇の空きがどれくらいか気になります。ここがあんまりこう空いてると下着が見えちゃったりとかありますけど、タンクトップ、はい、結構こうどうでしょう。そんなに空き感ないと思います。うん、うん、こうたまにこう広いものもありますけど、はい、ここってことですね。そうです、そうです。そこまで空き感は、こうブラウスの上からちょっとなんとなくここまで来てる感じですよね。ここ、はい、そこまで来てるので結構画面、はい、なのでもタンクトップでいいやっていう時とかは全然こう下着が見えない、この脇から見えない感じですよね。うん、見えなさそうです。一回ぬ、恥ずかしいですか、ぬ、片腕だけでもぬ、あ、そんな感じで、はい、いい、どうでしょう。サービスしちゃいました。ちょっと、ね、柄とかで合わせていただくのもありがとうございます。ミッフィーのデニムスカートを持っているのですが、ブラウスと合いますか？いいと思います。ちょっと持ってきましょうね。今のトップスにボトムは、お隣のお姉さんパンツに合わせても、先ほどのサテン洋流のワイドパンツに合わせても、はい、大丈夫だと思います。はい、そちらですね。そちらを合わせてもすごいですね、この色合い。爽やかな感じ。爽やかコーデになります。もちろん黒にしてこう、ま、中を黒黒でももちろんいいですけど、ブルー綺麗ですね。涼しげ。はい。はい。あ、タンクトップにブラウスの代わりにカーディガンは大丈夫ですかっていうコメントもいただいてますけど、カーディガンでも大丈夫です。こちらミッフィーのスカートをお持ちしました。ロングのデニムスカートなんですが、色合いも良さそうですね。そうですね、バッチリでございます。はい、ストライプのノースリーブも気になります。あ、こちらですね、タンクトップにカーディガンを合わせてみました。はい、バッチリです。はい、ちょっとブラウスは苦手だなっていう方はカーディガン、カーディガン苦手だなっていう方はブラウスで、はい、ぜひコーディネートしていただいたらいいかなと思います。はい、こちらのタンクトップ結構どこでも人気でですね、はい、お店で出会ったらぜひ買っていただきたいアイテムですね。長め丈で、長めの丈感でお尻まですっぽり隠れる丈になります。はい、お色違いが2色、ブラックとこれホワイトですかね。そうですね、お値段が税込みで4400円。はい、税込み4400円ですね。はい、こちらもブラウスでもカーディガンでも今からの季節重宝すると思います。はい、はい、あ、それでもう一回見せときましょうか。はい、グリーンのブラウスにももちろんバッチリです。はい、黒もいいと思います。はい、はい、では一通り駆け足でご紹介させていただきました。はい、皆様コメントありがとうございます。ありがとうございます。そしたら、はい、恒例の、はい、ご紹介をいただきますね。はい、こちらですね、はい、ピンクのところが目印となっております。はい、スクロールしていただくと今日ご紹介したアイテムが一覧で見ることが可能となっております。はい、こちらをオンライン限定ですね。はい、でキーワードですね、クマ行こうや、行こうや、なんかおかしいですね、発音が。クマ行こうやですかね。あ、行こう、行こう、行こうや、行こうやクマ1508、はい、1508ですね。はい、明日の4月3日の23時までオンラインで
ご購入いただく際にこちらのキーワードを入れていただくと、はい、先ほどのピンクのところに載ってるアイテムが 10% オフとなっております。はい、レールキューブとカタカナで検索していただいてホームページに進んでいただければと思います。ぜひチェックください。はい、 A ラインですか、タンクトップですかね。タンクトップは A ラインですかね。先ほどのロングタンクトップです。ロングの A ラインですね。 A ラインになってます。はい、ぜひエラインだと腰回りもすっきりして、ぜひおすすめです。はい、はい、本日も皆様ありがとうございました。はい、また次回よろしくお願いします。ありがとうございます。